します。緊急車両通過します。そっちだ、そっちですね。はい、発見了解。発見です。落ちることは絶対ないんで。両部位は。本当かよ、これ。全くわからん。はい。今行きます。あのヘッドライトある。携帯のライトか。携帯のライトしかない。平溝川、途中から入山を開始。以後青梅山岳救助隊と呼称する。どうぞ。今月上旬、紅葉の見頃も終わり、冬の景色へ移り変わりつつあった東京奥多摩。多くの山に囲まれ、東京都でありながら自然豊かな山岳地帯として知られる場所です。この時期に多くの登山客が求めるのは、葉が落ちるとこう景色がね、非常によく見えるようになって、円形とかが眺望展望がいいので、なんか景色をこれから見たいっていう方がやっぱりいらっしゃいますよね。目覚まし8も登ってみると、周辺の樹木、葉っぱはないですね。完全に幹と枝のみという感じですね。キノコの葉っぱがないので、眺望がいいですね。そんな今だからこその景色を楽しめるこの時期の登山ですが、多くの危険が潜んでいます。よしよし、道迷いそうなんが入ったので、今から一旦奥多摩交番に集結して、どのルートで行くか、また遭難者がどこにいるかっていうのを確認してから、向かいたいと思います。救助要請を受けたのは、駐在所に勤務する田代学隊員。急いで奥多摩交番に向かいます。高水山の山頂から南側、要するに平溝側、もしくは平溝林道側に、細い道ですよね、1メーターぐらいの道であれば降りてる道がありますので、そちらに入ってしまったのかもしれないですね。登山中の男性から遭難の通報があったのは、標高759メートルの高水山。到着ですかね。一刻も早く遭難者を見つけ出すために、険しい道を通り捜索していきます。横入きますか。山の斜面を水平移動する、いわゆるトラバースで、最短距離で遭難者の元に向かいます。いや、でかい岩が、あれ、はい、危険と隣り合わせの救助活動。ザー、
上、そっちだ、そっちですね。奥の方から聞こえた遭難者の声。今行きまーす。ここ安定です。発見了解。発見です。了解。捜索を始めてから30分、よかったよかった。遭難者の男性を発見。一旦怪我はない。寒くないですか？水分も取ってる。大丈夫ですね。男性は断崖絶壁の場所で身動きが取れない状況に陥っていました。まずですね、ヘルメット使ってください。はい、帽子とかもし、はい、OK です。ゆっくり下ろしていきますから。はい、了解。お願いします。はい、はい、OK です。はい、ゆっくり行きます。手ついてね、手ついて、はい、多分危ないと思うんで手ついてに行ってください。ゆっくり、ゆるめ。男性は無事山岳救助隊とともに下山。登山歴10年だという40代男性、なぜ断崖絶壁の場所に迷い込んでしまったのでしょうか。実際にその登山してるときにルートにマークがあったのか、この道正解だと思って進んでいったんですけど、思い込みが一番大敵だったの。登山者を迷わせるそのマークとは、林業の人が目印につけて、次こっちに行こう、こっちを切っていこうとか、そういう目安でつけるみたいなので、奥多摩の山の至る所にあった木に巻かれたピンクや黄色のテープ、これは林業用の伐採の目印のテープで、いわゆる道しるべではないと言います。山深く道じゃないところにどんどん入っていって、もう登山道の、マークだと勘違いしてしまう人が結構多いので、奥多摩は このような、あの、そんな同じような事例で道迷いに至るケースが多いです。やはり、ね、そんな奥多摩の山の安全を守る山岳救助隊の一人が田代学隊員41歳。青梅警察署の山岳救助隊は奥多摩町や青梅市にある数多くの山が救助対象エリアです。田代隊員は普段山々に囲まれた原駐在所に勤務しています。以前は機動隊に所属していた田代隊員、しかし出動回数の少なさにもどかしさを抱いていました。趣味としてその舞台、舞台の仲間と同僚と一緒に登山を始めて、だんだん趣味になっていきました。体力や知識や技術をもっと人のために、あの、命を救う、その現場が多い山岳遭難の、出動回数が多いこの現場に身を置くことを決めて、出動回数を求め山岳救助隊に入隊。尾根を境に、怪我人とかの、使う、ヘッドランプ、予備のヘッドランプだとか、カシャタイル手袋とか、そういうものが入ってますね。はい、のロープですね。はい、これがなんか50メートルあるんですけれども。50メートル。はい。これみんな、あの、救助隊員みんな持ってます、ね。救助の時に持っていく装備は、寒い時期だとお湯を持って行ったりするため、20キロにもなると言います。重たいいですか？はい、大丈夫です。はい、重っ。めちゃくちゃ重いです。いや、後ろに重心持ってかれますね、かなり。一歩間違えれば命の危険も伴う救助の現場、そのため登山客への注意喚起が不可欠です。そこを登り上げる、そこは、あの、特に、ね、あの、今落ち葉とかで滑りやすくなってるんで、あと一歩一歩気をつけながら行ってもらいたいんですよ。秋が終わり、山道に散っている落ち葉、その落ち葉が原因となった遭難も起きてしまいます。この日
50代の女性からの通報を受け向かったのは高さ409メートルの赤ぼっこ。位置情報を頼りに現場へと向かいます。本当かよ、ほら。全くわからん。そっちっすか。道はないっすね、もうこれは。行ってます。いや、道的にはこれ合ってるんですよ。道沿いなんですよ。あ、本当だ。ここ上がってっちゃってもいいっぽいんですよ。ここら辺を、はい、ゴリゴリ、はい、道なのこれ本当に。こりゃ迷いますね。道も何も塞がっちゃって。落ち葉が多いため元々あった登山道が見えません。はい、いそうですけどね。見えそうな。さあ、あ、聞こえた。発見。寒くないですか。救助された女性に怪我はなく、自力で歩ける状態でした。よかった。早めに連絡くれてよかったですね。やっぱり迷っちゃったのは道がやっぱ分からなくなったですか、歩いてて。下山途中に道がですね、落ち葉で不明瞭になってしまって、登山道じゃないところに入り込んでしまって、その迷ってしまった現場が斜面だとか、分かりやすい登山道ではなくてですね、結構平地なんですね。なので落ち葉で、隠れやすい、この時期に多発する事例ですね。この落ち葉は多くの登山者にとって危険なものになるといいます。ここなんですけど、はい、そっから見て登山道に見えます？いや、見えないです。見えないですよね。はい、登山道だと言いますが、落ち葉で全く分かりません。おお、おお、おお。かなり細い登山道では足元が見えづらくなり、滑落の危険性が高まるのです。さらに落ち葉だけでなく、この時期の登山で特に注意が必要なのが、12月になってですね、日が暮れるのはもうだいぶ早くなっているので、自分の持っている時間より日没が早くて、遭難に至ってしまう、動けなくなってしまう。秋から冬への季節の変わり目、注意するのは日暮れの速さです。この日、高校2年生の4人組が遭難したとの通報が入りました。すでに辺りは真っ暗です。4人いたら、もし転んで怪我したっていうのだったら助手席に乗せてあげて、それ以外私が一緒に歩いて、はい、帰る感じで、はい、遭難したのは標高1109メートルの鋸山の山頂付近。暗闇の中、頼りになるのはヘッドライトの光だけ。うわ、崩れてんなこれ。あぶねえこれ。崖崩れが起きた場所を進むなど最短ルートで進むため、暗闇の中危険な場所を通って向かいます。分岐って言ってましたよ。でそこから動かないように言ってあるんで、はい、声かけてみます。おーい、あ、そっちですか。了解。
はい、あ、そっちだ。今行きます。わずかな視界と声だけを頼りに遭難者を探す。プロである山岳救助隊にとっても困難を極める暗闇での救助。あれ、ライト。ああ、見えました。見つけ出したほんの小さなライトの明かり。怖い。怪我はないかな。ライトは1個しかない。全員ある。じゃあつけよう。寒い人は着れるだけ着て。寒い。じゃあカッパ貸しますよ。あのヘッドライトある。携帯のライトか。携帯のライトしかない。次に元気なのになるかな。遭難した高校生4人は寒さに耐え、じっと救助隊を待ち続けていました。最後尾この子に後から話を聞いたら、どこを入山してどこに下山するっていうところまでしっかり決めてたわけじゃないみたいなんですね。もう日が落ちるのが早いとか、山の中でのそういう感覚っていうのはなかったんだと思います。日没が早まることによって起きてしまった遭難。隊員にとっても崖崩れが起きていた場所を登って進むなど危険が伴った救助活動でした。この日一気に緊張感が高まったのが重傷者の通報。消防ヘリが先に来てくれてると。怪我人なんで消防ヘリが搬送前提に動いてくれてるんです。山岳救助隊が向かうのは標高1363メートルの川乗山。遭難者は大怪我をしており、上空にはヘリコプターが待機。一刻を争う事態です。風強くなります。ヘリのダウンウォッシュで1名がホイストでもう救助活動入るということなので、ダウンウォッシュ気をつけてください。ダウンウォッシュとはヘリコプターから吹き下ろされる風のこと。石や木の枝が飛んでくることもあり注意が必要なのだといいます。現場に到着すると猛烈なダウンウォッシュが吹きつけていました。遭難者は埼玉県から登山に訪れていた50代の男性。頭部からの出血で顔面が血だらけに。開放性骨折だと思います。男性は足を滑らせおよそ5メートルの高さから滑落したのだといいます。そんな中男性を心配そうに見つめる女性の姿が。近くにいるよ。奥さん近くいるからね。大丈夫だからね。共に登山していた男性の妻。
みんな助けてくれるからね、あと頑張るもんだからね、ちょっと頑張ろうね。ありがとう。時折涙を拭いながら夫に呼びかけます。なるほど、ちょっとカバーするからね、頑張ろうね、絶対大丈夫だからね。じゃあ聞いてください、もう一度ピックアップここでやります。ここは奥多摩さんの人東京大だけでやるんで申し訳ないですけど、他の隊は離れてもらって、じゃあ出ます、話をお願いします、はい、了解。であとは準備が整い、いよいよヘリコプターへ。男性は青梅市内の病院へ搬送され、その後一命を取り留めたということです。山岳遭難は、はい、私たち警察の救助隊だけでは完結しえないものだと思っております。登山者の方にはその遭難した方のために各機関が全力で救助して治療して登山道を整備しているということを念頭に入山していただければ、また少し装備をもう一度見直してもらって、絶対に怪我しないで帰ってくるっていう気持ちを持っていただいて山に入っていただければ遭難は減るのかなと思っております。